チンタセネーゼ豚チンタセネーゼ豚は、イタリアトスカーナ州、シエーナ地方で食用に飼育される古代品種の豚のことである。前足から背中にかけて、バンド状の白島が入った特徴を持つ黒毛種。豚の原種に限りなく近くイノシシに近い特徴を持つ。チンタセネーゼを直訳すると、シエーナ地方のバンド豚となりその外観から命名されている。生産数が少ないこともあり。 しばしば高級豚として、有名なイベリコ豚よりも高額で取引される。世界一高額な豚という評価をする者も,もいる。その起源は、古代ローマ人がより優れた肉質の豚を得るために、北の白豚と地中海沿岸に生息する黒豚を交配させたのがこの豚だと言われている。そして交配させた豚を各地に広めた結果、現在のシエナ地方で最もよく育ち、 チンタセネーゼが生まれた。20年数年前までは絶滅の危機に瀕していたが、地元の人々の尽力により、復活、現在に至る。白豚種の太って柔らかい肉質と黒豚種の筋肉質で深い味わいの両方を兼ね備えている。通常食用豚は1年ほどで出荷されるが、チンタセネーゼは3年の期間をかけて、飼育、出荷される。ありがとうございます。